こんにちは長、えー、倉です。えー、今日は、えー、出口博治先生にですね、えー、教える技術についてお伺いしたいと思います。出口先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ僕がいろいろな人見ててやっぱり教え方が下手な人って結構多いなと思ってまして、はいえー、出口先生はその予備校講師として、はい、あの本当にあの特にね僕らのがあの予備校時代とかは本当に伝説の、はい、本当にカリスマ講師ということで、もう六百人七百人とかの講義をそうですね。 毎日というか、一日何コマも満員にしてたという。そうですね。あの、まあ、あの代ゼミに行った頃っていうのは、はい、あの東京都。から、はいえー、京都、大阪、はい、岡山、広島と。うんえー、まあ、毎日、校舎を順番に行って、はい、その時、一つだけ特別大きい教室があるんですね。はい、それが、まあ、えー、東京の代々木が六百五十で、はい、大阪が四百五十の教室で。はいはい、で、まあ、それは一人しか、そこの部屋は使えないという。はいはいはい でそれをすべてあの、その一番大きな教室で、満杯にしなんか当時、僕らの時とかだと、はい、例えば夏期講習とかあったら、ね、はい、本当になんかもう、徹夜して並んで、なんか申し込むみたいな世界だったわけですよ、ねまあ、あの時は異常でしたよね、<laughs> あの受験バ,バブルで、はい、だから僕が経験してるのはあの、例えばあの、えー、大阪だと、えーまあ、8時にこうシャッターが開くんですよね、で、一番大きな教室っていうのが、8階なんですよね。はいはい そうするとそこで席取ろうと思ったらまあ夜をすぐ並んででシャッターが開くのもあったら席ないんですよねだから人があの張ってくぐれるぐらいシャッターえ行ったみんなずズずズッと入ってエレベーター待てないんで発火面駆け上がってそして場所を取ろうだから僕が見たら別に前で起きようが後ろで向きようが変わらないんだけどなんかこだわりがあってもう最前列で受けたいっていう一定のまあ子供たちがいたんですよね であとはまあちょっとくれるともうあの、えー、教室の外で廊下からこう聞いてるとか、はい、でそれでもいいんだけどやっぱり迫力落ちるんで、はい、だからまあ前の方に座りたいっていう。はい 考えてみれば今ありえないですねでなんか今の話ってねもちろんそのバブル受験バブルみたいな僕らの世代、はい、特に僕とかの年齢だと本当に人数が多くて多分今の子どもたちの倍以上いると思うんで結構あの倍率高かったと思うんですけども、はい、あのとはいえじゃあ全員の予備校講師がそんな状態じゃなくて、はい、もう出口先生本当特別トップ中のトップみたいな形だったんですけど、はいはい、どうやってこう。 そのいっぱいいるわけじゃないですか。現代文の先生とかも、はい、めちゃくちゃいっぱいいるわけですよね。で、その中でどういう競争があったんですか?当時。工場。そうですね。あの、例えば、僕はあの地元大阪なので、はい、大阪校が初年度。生徒1万人集めたんですよ、ね。一、はい、個の校舎で。はい、ですから、あの、同じ、ね、テキストで、はい,はい、いろんな先生が教えていくんですよね。はい、そうすると、あの、当時は、もう、案に、ええー、要は潜りっていうのを。を、はい 認めててるところがあって、うん、とすぐに情報交換してはい、はい、あっちの先生のがわかりやすいよとか週週間、2週間後には生徒が移動し始めるんですよね、はい、ですからまあ、えー、もう皇室の中でもう1か月ぐらいったらば生徒がもうほとんどいないとはい、はい、もう数えるぐらいしかいない先生もいれば、はい、もう満杯で入りきれない先生もいると、はいはい、でまああの時厳しいのはあのほとんど引き抜いて、うんまあ、地元の予備校でまあ トップの先生を集めて競争させてで、まあ、こっちの方に生徒来たと、はい、ただこっちはもう来年度はもう,もう雇わないと、はい、で今度は次にさらに東京から有名な先生とぶつけるという、はいはい、でそうやって最後も勝ち残った人が、まあ、当時は衛星放送っていうのが始まったばかりだったので東京に呼ばれて、はい、僕はまあ最初の一人だったんだけど、はい、そしてまあ衛星放送で今度は見えない生徒に対してどれぐらい集めたかっていう競争があっていう。はい その中で勝ち残っていかないと、まああのまあ、そこそこだと生きてはいけるんだけども、はい、もうあの本当に上下関係はっきりしてますからうそれが公私給として明確に出てるんで下の方だと生徒が減ってくるともう失業すると、はい、生徒がいっぱいだったらば、まあ、誰か先生がいるんで、はい、安いお金で、えー、そのせあのクラスを持たせてもらうという状況になってくるんですよね。はい、ですから講師同士のそのそ まあ足の引っ張り合いも含めて、はい、でそのの競争っていうのはすすごかったですよね予備校側もそれを煽っているようなところがあったかなと思いますね、はい、でその地元の例えば予備校とか塾で人気だった先生を引き抜くじゃないですか、はい、そうすると例えばそこの生徒が例えば移動してくると予備校に、はい、でそこでさらに人気の人をぶつけて、はい、場合によってその人気の人が勝てば生徒はこっち来たけど先生はいらなくなるみたいなそれぐらい激しい感じだったんですか。 ただあの、えー、と今と違って当時はあの浪人というのは人並みだったのでみんな浪人をして予備校に通ったんですよねですから一年勝負なので、えー、直接その先生が指摘したから予備校を変えるというのは二浪生以上ですよねいたんですけどそれよりもやっぱり口コミですよねはい、はい、あの先生口コミというのもっと言うならばあの予備校のプロパガンダなの。はいはい つまり最初にあの、えー、と受験生が入る時にどの先生を取るかって分からないですよね、えー、そうすると分厚い合格体験記とかが載っててはい、はい、たな何とか先生のおかげでザーッとあるんですよねはい、はい、あれも使者選択してるわけですはい、はい、この先生を売り出そうって言ったらはい、はい、その先生のやつを全部集めていくとはい、はい、それを見たらあこの先生すごいと思って、はい、そこにまず集まってくると、はい、ですから、まあ、スタートラインっていうのはやはりあの 一斉にスタートじゃないんですよね。はいはい、まあ、でに実績のある先生、あるいは学校が売ろうと思ってる。先生に最初は集まってくる。はいはい、ただ、実際に受けてみて何だとなったらそこでまた移動が起こってくるんですよね。まあそねまあ、そういう意味ではあのというかな。僕の場合は冗談も言わないし、はい、特に面白いことも言わなかったんだけども、もうん正直言ってまえ、あ。代ゼミと東進、はい、どこ行っても。 あのダントツでトップだったので,で、ね、負けた記憶って1回もないんですよね。はいはい、で別に勝負してるだから気もなかったんで、はいはい、でそれはもう本当に、えー、話し方だけだったんじゃないかなと思いますよね、うんうん。そのやっぱりその教え方が上手いっていうのもやっぱりあると思うんですよね。はい、やっぱりこうやり方とかが優れてたとしても、はい、まあ伝え方が下手だったら、えー、やはり、えー、人には伝わらないというふうに思うんですけど。はい えなんか予備校の講師、同じような職業で予備校の講師でやっぱ下手くそな人もいると思うんですけど、はい、なんかそういう人たちってなんかどういう部分がおかしいと思うそうでそすね、はい、まずはあの一番単純なやつはやっぱり経験ですよね経験がないと自信を持てない,と,はい、はい、と自信がないというのは見ている側からすぐ分かるからなんか頼りないなと、はい、この人に本当についていって大丈夫かなという、はい、でその自信のなさが今度は話し方に現れていくんですよね。はいはい やっぱりその、えー、早口でてしゃべってしまうっていうのは自信ないからですねはい、はい、カーッとなってしまうとはい、はい、であるいはあのむやみにあの子どもたちの受けを狙ってはい、はい、これ逆パターンですよね、はい、これも自信がないから焦ってるんですよね。はい、であと一番多いのはやっぱりその話が飛んでしまうと、はい、だ僕がやったのも単純であのというのかな まあ当時予備校の先生の人気講師のほとんどは雑談がうまかったんですよね、はい、だからなんか雑談の帯っいうのを作ってて毎年の雑談をやるというかそれがまあ面白くてあの生徒が来たと、はいうん、で僕の場合それも一切やなかったので、はい、ということは本当に話す中身だけでその時にまあ心がけたというよりもやはり一つは何を伝えたいかってことを毎回明確にするとだから焦点を絞ってで絶対ぶれないと。はい だこのことをみんなが分かるまできちんと話をしようともう一つが言葉の力、はい、本当に大切な時はこれあの大声上げる先生いるけど僕はそれやらないんだよ、はいね。というのは90分しゃべりっぱなしするから、うん、ずっと、ね、声を張り上げたらば聞く側も疲れますよね、はい、普通の話し方でいいんだけれども、はい、大切な時は魔を置とかはい、はい、やっぱり、うんうん、言葉にあの魂を込めると。はい だ、こういうの大きさじゃないの？はい、これが本当に大切だっていう。そういう気持ちで語るとスッと素通りしないですよね。うんうん、とあ聞いてるのもこれをまずしっかりと分かんなきゃダメなんだなっていう,ふうに明確になりますよね。うんはい、あと、もう一つがあの話す内容を整理する。はい、例えば今日はね。これとこれだけはしっかり理解してほしいと、はい、で聞いてる。側ってのは相手が何を話したいかっていうのはわからないから。うん そうするとこれどういうのかな準備ができないんですよね。はい、で気がつくとなんか話がどっか行ってしまっていると。はい、と本人は調子に乗って喋ってっても聞いてる側は結局何が言いたかったんだろうと思いますよね。はい、だから今日はこれを伝えたいと。たらあらかじめきちんとねこう、えー、ねこのこととこのことは必ず今日理解しようねっていうことを言っておいて。でその焦点を絞って。がなるべく相手がわかるような でこういった具体例を使って、はい、で最後にもう一回整理をしてやると頭の中であこのこと分かったなと、はい、であこの先生分かりやすいから安心してこの先生についていけるから、はい、次もこの先生を受けようとなってくるんですよね、はいはい、こういうふうにどういうのかないかに頭の中で整理をしてからメリハリをつけるというか、はい、本当にあの、えー、大切なことの焦点を絞って、はい、でその大切なことが 大切だというふうに理解でききるような話しし方をしてきますよね。はい、そんな感じで,です、ねまあ、予備校時代は講師としてやられてたと思うんですけど、まあ、その後、えー、先生も独立されて出版社をやったりとかいろいろ講演をやったりとかも含めてビジネスをやったり教育家としてやったり講演家としてやったりとか、はい、まあいろんな中で、あのーまあ、今の話っていうのは「一対一」みたいな話だと思うんですけど。はい 例えば、えーまあ、衛星って話がありましたけど、はい、で今の時代オンラインで、まあ、こうやって、はい、例えばインターネットで、はい、YouTube でもそうですし、えー、あとは、まあ、u d e ミーっていうオンラインのプラットフォームがあったりとかですね、うん、なんか講義を、えー、オンラインで教えるというのが今後主流になってくるかなというふうに思ってるんですけど出口、はい、先生はその衛星っていう形でその まあそちらでもずっとトップ講師だったということなんですけど、はい、その例えばこう画面上の先に誰かがいるという場合に気をつけていることとかって何かありました、はい？そうですね。あのまあ650の生徒とまああの例えば生徒がいないところでまあ話をするっていうのは基本的には近いんですけど、はい、ただあのどういうのかな人の顔が見えるってすごく大きいんですよね。ね、はい、で,で僕はまあ650の生徒を知るときに一番こうだから焦点は 遠くのの方にあってぼんやりっててん喋いいるとどういうのかな相手の反応がわからないんですよねだから必ず何か所かまあ目立つようなこう適当に決めてその子たちを見ながら1人だけ見たら変なのでね後ろの方の子とか前の方の子とか見ながらあその子らうなずいてるなとか分かってるなってことをきちんと確かめながらやってきたとまあそういう意味では人数が多くても目の前に人がいるっていうのは非常に話しやすいんですよね。 でそれに対して例えばその後、まあと等身衛生予備校に行った時には、はい、全然こう目の前に子どもがいないスタジオで、はい、本当にカメラに向かって話をすると。うん、でただこれは僕自身もよゼミの時からあの応募者のラジオ講座やったんですよね、はい、ラジオ講座なんてもっとあれであの部屋の中に一人ポツンと置かれて、はい、ガラス越しに、まあ、スタッフがざっと見てるという感じで,、はいでまあ、いきなりしゃべり始めると。でその時にやはりあの。 650で教えてるのと同じようにのの人のイメージを持った方があの話しやすすいと思うんですよねだから本当に漠然とした何もないところでただ話すとなるとなんかこう,うん焦点がさっき言ったようにえボケてしまったりとかだからまあ自分の知ってる人でもいいし例えば今回やったらばかなり意識の高い人を想定して話をしようとか、はい。はい あるいは例えば論理の話だったり論理なんて全く聞いたことない人に対して話をしようとかただ、ね、例えば自分の知ってる人誰か頭にも置いているのでその人に向かって話すような、うん、でこういった話し方をすると聞いてる側も、ね、直接自分の胸に刺さってくるんですよね。はい、誰に話してるか分かんないような拡散されてるような話し方をすると聞いてる人はんだ自分に向かって話してるんじゃないんだとはい、はい、となってくるから突き刺さってこないんですよね。はい、そういうい意味では えー、なるべく具体的な誰かというのをイメージをして、はいうん、その人に分かってもらうように話す方が聞いてる側にとってもあるいは見てる側にとっても、まあ、自分に直接、ねはいはい、話してもらうというような感じがしてよりまああ,、まあ、あとはその、まあ、普通のこう日常の中だと、まあ、1対少人数とか。はい 1>, 1対1とかっていう形があると思うんですけど、はいはい、その時に何か気をつけたほうがいいこと伝えるために教えるために気をつけたほうがいいことってかありますか、はい、これ、えーえー、12年前に、はいまあ、立教大学で講義した時に実験的にそれをやってみたんですはい、はい、立教の学生を使って、はい、でまず何やったかといったらば、えー、2人1組でお互いあの最初の授業でお互い何も知らないと。はい 二人一組にして自己紹介の練習をしたんです。はい、で、自己紹介で言っても名前とか学校とか学年、これは言えば相手わかると。はい、そうじゃなくて、自分がどんな人間か、自分をどんな人間として相手にねこね理解してもらいたいか、はい、こう順番にハードル上げていくんです。はい、で、最初はね、まあ、自分の性格伝えてくれ、はい、自分の趣味、はい、あるいは 自分に会いたいたことそこから、うん、例えばどのような自分として見られたいかとかあるいはどのように見られていると思ってるかとかはい、はい、でそれを順番にお互いに話をすると、うん、で分かりにくいところは次今度は A の人が自己紹介をしよう、うん、だ次は聞いたら B が分かんないところを質問するとはい、はい、質問されたところというのは実は伝わってないんですよねいかに自分がしゃべったことが相手に伝わってないかということは結構分かってくるんですはい、はい、あれこれこ言ったのに 相手分かってないんだと思う、はい、でそれは1対1の場合であってでその次に今度はグループを組んで、はい、78人で,でそこで代表者を決めて78人に今度は分かるように同じく自己紹介をすると、はいでスキルを磨いていくんですよね、はい、そこからまだ代表者を決めてクラス全体に対してプレゼンをするという、はい、そうやって徐々に1対1から複数そしてまあ不特定多数という形で、はい、そうするとやっぱり話し方とか あと目線が変わってくるんですよね、うん、でどんどん目線が、まあ、多くなるほど遠くなってくる、はい、だ不特定多数の他者というのを意識して話をするようになる、はいはい、結構、ね、うこういったことをやるのは生徒たちというのはどういうふうに変化したとかってありましたかやっ、ぱりねあの、えー、あこんなに自分の話が伝わってないということに改めて気づきました、はい、というのまずは多かったですよね。はいはい それと意識を変えると話し方、はい、しゃべり方表情まで変わってくるという,うそういう経験を皆してもらったんじゃないかなと思いますよ,、ね、まあよく出口先生おっしゃいますけど、はい、まあ僕らは日本語を使ってコミュニケーションしてるけど、はい、まあ実際その。はい あの日本語についてちゃんと学んだこともないし論理的に考えたこともないと、はい、な,んかなんとなくこうやって伝わっていく中で自分は日本語を話せてると思ってるけど、はい、多くの人は実はちゃんと運用できてないみたいな話をねよくされると思うんですけども、はい、それに近いというか、まあ、そういうことがまあ実際起きてて、うん、でやっぱコミュニケーションがちゃんと取れてない,かい,いってことですよねそれは伝わってないってことは。多分、えーまあ えー、感情とか情緒で伝え,、はい、えてる人が多いと思うんですよね。うん、でまあ確かにその時、ね、相手は、ね、感動していいかもしれないけど、はい、いざビジネスになった時に、はい、ちょっとこれ違いようとなったりとか、はいね、いつまでもこの感情でぶつけてたってあの、うん、やははり長続きはしないですよね,すね、うん、これは1年2年3年だってことを諦めてくる、うん、あるいはあの世代が変わってくると伝わらなくなってきますよね。うん、で僕が まあ一番自分の中で自信があるのは40年前からずっとやってきてだから本当にもう今あの幼児教室もやってるけどもえ僕の教え子の親が子供を連れてきてやって子供がまた感動してっていうでそういう形であのというのかな古くならないあるいはあの流行に流されないでこういったところがまあ多分僕は自信のあるとこかなと思うんですよね。それはやっぱり 本当に物事を整理をして論理的にきちんと話すっていうことをやってるからうです、ね、やはりその,、まあ、世の中今のね世の中と出口、まあ、先生もよくね、はい、感情語がで話すなみたいな話をおっしゃいますけど、はい、本当に感情で流される人が多くて、はい、で例えばじゃあ,、えーまあ僕らの業界だとこう自己啓発セミナーみたいなのも結構感情で。はい なんかワイワイやって涙してみたいなのが多いんですけど、はい、僕そういうセミナー見てて思うのは、はい、そい大体変わらないとその場だけなんか盛り上がって帰ってきたら落ちてまたその時の,盛りあの感情が欲しいからもう一回行くみたいな繰り返してるだけで,で、ね、実際人生は全く変わらない人が多いんですけどやっぱりそれってやっぱり頭で論理的に理解した時に初めて人間っていうのは腑に落ちるというか。そうですね あのまさに永川さんがよ,あのよくおっしゃってるあるコンプレックス産業に、ねはい、近いもんじゃないかと思うんですよね、<laughs> ああいうのは。だからそういう人って同じ人があちこち行ってるんですよね。で,ねで、あちこち行くというのは変わってないんですよね。ですからあの、やっぱり情報整理をして本当に分かりやすく、ただあの気持ちを込めるところは込めたらいいと思います。はい ただそれはあくまで論理的にきちんと物事を整理して相手が理解した中でここが大切だよと言ってそこでやっぱ言葉に魂を込めていくと、はい、でそういった整理もせずに相手がわけ分からずただ一方的に感情的な言葉でわってやってしまうというのは本当に名古屋さんおっしゃっているようにもうその場限りのものであってそ,う、ね、まあそれにまあどういうのかな動かされる人がすごく多いというのはまあちょっと、えー、悲しい感じがしますよね。うん まあでも実際、その、ね、国とかって考えたときに多くの国民とかが、うん、えそういう感じになっていくとそれこそなんか不幸なあの政治、ね、それこそ宗教、まあ、政治じゃないですけど、はい、そういう方向になっていくっていうのはそういういことですもう今、なってますよ、ね、そうですね。 そうだからそういう風うになっていくとでもその中でやっぱりこうちゃんと論理的に物事を考え、人に伝えっていうのは逆になんかそういう感情的だけで生きている人、うん、感情的になっている社会だからこそちゃんとやってる人は、はい、なんかビジネスでも成功すると思いますし、はい、まあ人間関係とかコミュニケーションでも僕は成功するんじゃないかなというふうに思うんですよね。いや何やっても成功しますよ。はい、で一番大きいのはあのどう言うかな表情とか喋り方が変わるんです。はい、やっぱり自信がなく喋ったりとか。うん 感情的に喋ったりするのと本当に自信を持って相手にきちんと伝える自信があって喋ると落ち着きも出るしだから話し方もやっぱり言葉に力がついてきますよね表情もやっぱり知的になったりとかあるいは本当に自信があるからこの人だったらついていけるとみんな思いますすよねねそうで頭悪そうな顔の人いますもんねそううでですすねね見るかからにこいつ大丈夫そそれは生まれつきの要望じゃなくてやっぱり積み重なったものってあると思うんですよね。 そうですねだからそういうのっていうのはやっぱ結局論理的に考えられるか、はい、でそしてあの出口先生、ね、いつもおっしゃってますけど、やっぱりその論理的な思考っていうのは、後から、えー、つけることができると、はい、後から身につけることができるということなんですけれども、なんかね、やっぱり頭いい子は小さい時から頭いいのかなと思いがちですけど、論理的に考えるっていうのは別に大人になってからも、でも全然身につけるることがでできるそうですね逆に言うと、ある程度訓練しないと、はい、おそらく身につかないですよね。はい で僕の場合は実際毎年毎年入試問題を何百と解いていて、はい、それは論理的に読んで、はい、頭の中で論理的に整理をして論理的に子どもたちに説明するっていうことも仕事をやってたわけですよね。はい、と気が付いたら変わってしまったという。はい、ですからそういうことがなかったらば、はい、僕はもともとあのうん。 感覚人間だったので,で、ね、今の僕はなかったと思うんですよね。はい、だから昔の僕を知ってるともう別人だって言います。はいずっと顔つきも喋り方も、うん、あの話す内容も,、うん、もう昔とも全く違う。人間のようにこう見えるって言うようなことをよく言われるんですけども、うん、これはもう後天的に作ってきたものなんですよね。うん、ですからも、もちろんね。あの生まれながら。 ね、あの頭がよくて論理的に物事を考えて話せる人はいるかもしれないけれども、うんうん、でもまあそうでない人が圧倒的に多いわけであってそ,、ねはい、そのたちはきちんと訓練すれば人生のどこかで集中的に訓練すれば、うん、もういくらでもなんなんなんとかなるとかる思うんですよね、はいまあ、学校で結局それを教えてくれないので、ね、どこかであの人生の中で学ばなきゃいけないし、はい、でそれが結果的に論理的な思考論理的な話し方そして教え方という形になっていけば、はい、まあ人生っていうのは何か まあ当たり前ですけどその中でこう周りにいる人とか周りを動かせたりとかっていう形でどんどん,どん,どん人生が変わる環境が変わる、はい、例えばそのさっき例に挙げた、えーね、あの感情的になるような自己啓発セミナーやってもんで人生変わらないかって言ったら別に人が変わるわけじゃないし、はい、今出口、ねね、先生がおっしゃったようにやっぱ論理的に考えれば表情も変わる、はい、話し方も変わるっていうのがあればやっぱり多くの,あの人が巻き込めるようになると思いますので,です、ね、あの本当にあの人間関係が変わります。はい そうですよね。それは大きいですよね、えー。大きいですよね。はいはい、あの人はね、あの。はい 信用できるとかすごいとか頼りになるっていったら友人関係も変わるし恋愛関係も変わる仕事の上でもやっぱり全部変わってきますよね。で当たり前ですけど仕事できる人たちっていうのは論理的なわけでその人たちは相手が論理的かどうか分かるし論理的な人を多分採用したりとか一緒に仕事しようってなっていくと思うんでどんどんいい方向に行くんじゃないかなとそれをやっぱ伝えなきゃ分からないし話さなきゃ分からないそういった部分もですね 出口先生の方から学べることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね今日はまあ教え方伝え方、はい、そして話し方ということで出口先生にお話を伺いました。